はい、ご飯作ります。今日は初夏の麻婆麺を作ります。麻婆麺何回も作ってるんですけど、今回はファジネーブルの香りをラー油に閉じ込めて爽やかな麻婆麺を作りました。麻婆麺に関しては個人的に好きなので定期的に作ろうと思います。もちろんアレンジしますけどね。美味しく仕上がるのでしょうか。それではご視聴よろしくお願いします。
美味しく仕上がりました。かなり美味しいです。というか、なんかお店で出されてもバレないんじゃないかみたいな、バレないレシピになりましたね。ただめっちゃくっつきます。だ非常混ぜて食べてくださいって感じで、まあ土鍋買えばいいんですけどね、もうちょい大きいの。多分これ対流がないというか、麺が下の方で火に当たってそれでくっついてるんで、まあ、もうちょい大きいので、もうちょっと水分増やしてあげればくっつかなくなると思います。まあ、それはしょうがないですね。本当は丼用意してそれで作ろうと思ってたんですけど、まあ、結構太麺になっちゃったので、麺の方がもうちょっと薄くやればよかったなと思って、はい。まあ、これで味染み込ませてあげながら火入れてあげると、まあ美味しいかなと思って土鍋に急遽変更しました。まあ、結果としては良かったですね。若干のアルデンテ食感で、個人的には柔らかい麺好きなんですけど、こっちの方がお店っぽくて好きな人多いんじゃないですかね。ちょっと硬いぐらいの麺って7対3くらいの割合ですかね、大体わかんないですけど、まあ、まあ自分は3の方ですけど、まあ、人に作るんだったらこの硬さにするかなって思いますね。まあ、今回のポイントですけど、甜麺醤たっぷり使って作る、肉味噌ですね。ただこの甜麺醤自体、普通にあの量使うとチューブ1本分とか、まあ、市販のですねってなるんで、できれば赤味噌とか八丁味噌から、赤味噌ですかね、自分は八丁味噌から作りました。まあ、特化の動画で作ってると思うんですけど、麻婆麺だと思うんですけど、まあ、簡単に作れるので今説明すると、大体、八丁味噌1の砂糖1か 0.5 か醤油酒で混ぜながら火かければもういいだけですね。まあ、ごま油とかも入れてもいいんですけど、まあ、全然味わい違うので作ってみてください。まあ、あと調べたりしても出てくると思うんで、全然味わい違うのでぜひ作ってみてください。ご飯とかにも、ご飯と卵黄とかでもいいですし、まあ、そういうのでレシピ、簡単なレシピも作れるのでぜひ作ってみてください。以上です。ごちそうさまでした。よろしければグッドボタンとチャンネル登録の方お願いします。それとメインチャンネルオチメン TV の方もよろしくお願いします。それではまた。